ウルは、空色魔女は、浅野真澄による、児童文学作品。挿絵は、シーナ・ユー。角川翼文庫発刊に合わせ、第1巻が発行され、現在第3巻まで発行されている。浅野による、初の小説である。ドール魔法学院の生徒には10歳になると一つだけ、魔法が授けられ、人間界に修行に行く。 修行の進捗により、10歳の空色魔女から15歳の夕焼け魔女、19歳の闇色魔女へと進級するが、修行の成果である、気差しを得ることができないと、ずっと10歳の姿のままとなる。ウルも修行をするべく、人間界の地里の家へとたどり着いたが、2011年6月21日に、同年7月1日発売分からの、キャラパフへコミック及び、 月刊コンプエースで漫画版を連載する旨発表された。月刊コンプエース2012年1月号より同年8月号まで連載された。作画者は、あやけんちは及びうんくままく。単行本全一巻。内容は、原作シリーズ第一巻。うるは、空色魔女一初めての魔法クッキーの前編を一部簡略化したものとなっている。すべて角川、翼文庫巻。 ウるは、空色魔女1、初めての魔法クッキー2009年3月3日、初版発行 ISBN978 から、4から04から631012から5、ウるは、空色魔女に夏休みは、魔法クレープ。2010年3月15日、初版発行 ISBN978 から、4から04から631043から9、ウるは、 空色魔女さん贈り物は魔法パフェ。2010年12月15日、初版発行 ISBN978 から、4から04から63万1137から、5角川コミックスエース館。ありがとうございます。